この街道を下ってることは間違いねえんだよ。めけてる手でじゃおかねえぞ。ちょっと。おお、俺はなかなか生きの姉ちゃんじゃねえか。おい姉ちゃんよ。おい。これどうも。いいお日和で結構でござるね。私に何かご用？いやいや、実はね、この、なんだっけ。あ、そうだ。実は俺は人を探してんだよ。人？そうなんだよ。それは私に何か。いやいや、姉さんにはこの関わりはねえんだよ。実はね、俺が探してるのは年の頃なら四十歳の大柄なこの花山って浪人でね、しゃっくりこきでよ、酒の魚におからをたらふく食らっちゃあれやがる相談屋野郎なんだがね。はあ。いやいやいや、その姉さんはね、昨日から今日にかけてそんな野郎見かけなかったかね。なんだかよくわからないけど、そんな人に会わなかったわね。ああ、そうかい。そんならいいんだよ。しかし、あの野郎、どこ知恵やったんだろう。いや、まあ、姉さんも、野郎に出会ったら気をつけなよ。とっぽい野郎のことだよ。一品のおめえさんにどんな気を起こすかわかんねえからな。おじゃ、ごめんよ。ちょーし。さっくり野郎でおからを食いすぎちゃ暴れ回る相談屋野郎。そうなんだよ。ちょっとたちな、街道筋で見なかったか。しゃっくりにおからね。あの、その妙な人、一体何をしたの？あ、野郎、その、たらふく食らったつけを俺に回しやがったんだよ。つけを？いやいや、その、野郎な、俺から金を語り取りやがったんだ。そう、語り野郎なんだよ。そいつは穏やかじゃねえな。そうよ、穏やかじゃねえ野郎だよ。とっちゃんたちな、どっかの居酒屋でよ、このおから食らって腫れてんの見かけなかったか。見かけなかったよな、おみつ。それよりさ、おから食らって荒れるって一体どういうこと？それおめえ、野郎、おからに目がないから、だからおからで、いけにいけねえよ、そんな説明してるしまねえやろって。野郎、俺諦めねえぞ。今に探し出してやるから待てやろってんだ。うっす。お父っちゃん、あの人どうやらこれのようね。しかしどうも臭い。臭い？俺の勘だが、どうも臭い。お
やろう。待ってくれ、この野郎、てめえ野郎。ああ、これ、早とちり、早とちりしちゃった、ほら。なんじゃな、その方は。その、ずら一つ家なんだよ。どうも、申し訳ございません。いや、旦那のお姿があんまりよく似てたもんで、つい間違えちゃって。心通り、お会いいたし、つらし、どうか許してておくれ。ああ、人違いか。ならば大事ない。よいよい。どうも、申し訳ないことでございました。ならばよいよい、では行くぞ。あの旦那。これ。百姓が兵糧代わりに分けてくれてな、さつまいもは女子の食い物と聞いとったが、食べてみるとなかなか珍味じゃな。では行くぞ。なんでさつまいも食らって大世に構えやがって。日本雑誌の質も落ちたもんだね。ここじゃねえや。あの借用からの相談やろ。どこ行っちゃったか。まあ健康の位置はそんないいが、その用水よりの位置がいかんな。もっと入り口から話して客は入りやすくせんといたんだ。ありがとうございますか。おたれ、お宅に行ってすぐ直させなさい。はい。ああ、おたれな、あの直さすときにな、お宅にもっとその外回りの掃除を丁寧にやるように言うんだな。客商売や清潔が第一だ。どうなんね。どうも申し訳ございません。それとだな、この旗は名前がいかんな。名前が。ああ、カルビアなんていかにも軽率な感じで芸がないぞ。名は体を表すというが、まるで客を軽くあしらう旗子という印象を与えるぞ。さようでございましょうか。実はカルビアと名付けましたのは、私どもの祖先は豪子でカルベ姓を名乗っておりましたので、それにちなんで。こんなものにちなんでつけるから客は来るのだよ。とにかく名前を変えるんだな。さようでございましょうか。で、どんな名前をつけましたらよろしゅうございましょうか。それだがな、一発大きく出て100万石とでも行くか。100万石。しかしこの建物で100万石はいくらなんでも気が引けるか。はったりはきついよな。やろう、嫌がった。この借用からの相談が。おう、なんでおめえか。おめえかと、なんだよ。この語り野郎、てめえこの俺の面に見覚えがねえってのか。ほら、おい、やいるのか。しばらくだったな。しばらくだったじゃねえよ。俺はてめえを探してたんだ。ここであったが100年目、もうこれで逃しちゃいねえからそぼえてきよ。おう、上司な、俺に何か用か。用かとは、なんだ用かとは。いや、この野郎、しばくんじゃねえぞ。この勘定書き見てみろ、これを。ああ、親父。じゃ、一つ出たぞ。山国にちなんでな、旗を山水はどうだ、山水は。ちょっと上品すぎるかな。この野郎、人の話を右から左に聞き流して、妙なことばっかり逃しやがって。この勘定どうしてくれな。なんだ、この。営業中につべこべ言うな。営業中。親父。いっそのことを縁起のいい名前でいくか。おう、親父、使いをもらってきたんだが、俺たちに会ってのは何で。花山様、よろしくお願いします。なるほど、マムシの伝授とかいうたちの悪いのはおめえか。何やい、三天、てめえは一体何で。俺はな、この親父から店を建て直す相談を受けた相談屋だよ。相談屋だ。ふざけるれ。別にふざけちゃおらんよ。それでだ、相談を受けたところ、お前たちが用心棒料と称して毎月一両巻き上げていくと聞いてな、それをやめてもらうか痛い目に遭うか、どっちかに決めてもらうために来てもらったってわけだ。何？それじゃてめえがこの俺っちを痛い目に遭わそうってのかい。毎月の一両やめるというなら、やたらにコブは少ないよ。大体だな、客足の悪いこの旗尾から毎月一両ずつでも踏んだくって言ったら、お手上げなの決まってるだろうが。この旗尾の再建を図るにはな、まずお前らとケリをつけるのが第一なんだ。どうだ、どっちを選ぶ。ちくしょう、俺を舐めんのもいかにしやがれ。おう、やるども、構うことねえ、このどさんぴを叩きに。こら、なんだかわかんねえか、ちょっと待て。この野郎と話をするのは俺が先だ。おい、勘定をめどうしよう。
この野郎くれ。手のように埋めないは居酒屋風だし、なかなかないもんだな。ああ、どうだろうね、あのおから野郎。知り合いの最中にまで相談や根性出しやがってよ。おい、変わってね。俺あんな野郎見たことない。おやじ、これだ。決まってよ。エビス屋で行け、いつもニコニコ。エビス屋で行け、エビス屋で。へへい。エビス屋はいい。山田かね、早とこ極上酒頼むぜ。はい。おお、あんたまた会ったな。いや、旅の疲れはそれには旗までキュッとうまいやつやるに限るな。それが一番一番。なんで極上酒とか急にいい格好こっきやがって。あの浪人どうかしたのか。いいね、さっき会った時は百姓に兵糧をあげてもらったとかこう言って威目言いながら街道を歩いたんですよ。今から極上酒とは出世したもんだな。どうだ、やってみんか。え、そうですか。ほんじゃま、ちょっとだけ。さあ、エネラが帰るわ、いいぞ。え、どう。あれ、はあ、ここはまたえらく立派な部屋だな、これ。ごめん。ああ、この宿場には本陣がなくてな。大名はこの宿場どもにするときには、この部屋を使うんだそうだ。無論普段は使わんが、わざわざ俺のために開けてくれてな。へぇ、ほんじゃ花山の旦那は大名並みってわけじゃござんせんか、これ。俺も今日は出世したもんだ。おめえもよかったら一緒に泊まっていけ。どうも、ありがとうございます。あっしはね、旗子で大名気分を味わうなんて生まれて初めてなんですよ。どうもおかしな具合だな。俺はこの旦那のことをかか頭に来てたんだよ。それがいつの間にか一緒に風呂に入っちゃってよ。この旦那、こら妙な人徳があんだな、これな。なんだ、おめえ今何か言ったか。いや、別に何でもないんですね。ああ、そうそう、この前お前に立て替えしたあの金な、ここの相談料入ったら払うからな。それはどうもありがとう。もうそんなな、今いいんですよ。なんだ、貧乏人のくせに心にもねえこと言うな。こりゃ参った、貧乏人はしでいなくれ。俺はな、ちょっとここ使えば金は右から左に入ってくるんだ。入り次第払うよ。いや、その右から左の件ですがね、相談屋とはまた変わった商売をやるとこなんですね。別に変わっちゃおらんよ。人が喜ぶ商売だよ。ごめんくださいまし。お待たせいたしました。お食事をお持ちいたしました。ああ、すまんな。おい、姉さん、あれはどうした。あれはおからだよ。そのおからでございますが、あいにく今日はどこも品切れでございましてね。何？品切れ？はい、せっかくのご注文でございますが、そう申してくれと旦那様が申しておいででございましたので、はい、品切れとけしからない。どうも申し訳ございません。旦那、せっかくのおからが品切れでガブ飲みできなくて残念でましたね。おい、隣の宿場にはおっておらんのかい。隣の宿場までは三里ございますので。なんだよこの料理は。はあ、これはうちでは一番上等の。そんなことは聞いておらんよ。これが山国の旗で出す料理かって言っとるんだよ。はい。親父はどこだ。親父は。おお、これは花山様、いかがでございました。親父めの心を込めた手料理、
お気に召しましたか。まったく気に入らんな。え？親父のところはな、ああいう食事を出すから客が泊まってくれるのだぞ。それはどういう意味でございましょうか。どういう意味もこういう意味もないよ。山国に旅してたな、目玉の真っ赤な海の魚を出されて誰が喜ぶ。それに得体の知れんこじこじの干物を出されて誰が喜ぶと思うんだ。いけませんか。私は精一杯のご馳走のつもりで。山国の精一杯のご馳走はだな、山の幸をふんだんに盛ることだよ。山の幸をと申しますと。まだわからんのかね。山国には例えば山菜がいろいろあるだろうが。山菜が。しかしあんなものは。いや、それはあんたは山国に住んでるからそういうこと言うんだ。旅人の中には山菜が珍しい連中もたくさんいるんだぞ。そんなもんでございますかね。ああ、そんなもんだと思う。なあ、やじの。え、お前だってそう思うだろうが。そりゃそうですよね。おい、おやじよ。俺もこちこちの魚やるよ。新鮮な山菜の方がいいと思うよ。さようでございますか。花山様、山菜をお客様にお出しするには、どういう料理をしたら一番喜ばれましょう。これは山菜によりけりだが、アケビ、ウコギのような苦味のするものはならん。酢のものよ。甘酢漬け、酢味噌和えなどはよく合うしよう。もっと癖の強いゴマナ、ヨメナなんかは、天ぷらがその最高だよ。ちょっとお待ちくださいませ。アケビウコギの類は酢の物、甘酢漬け、酢味噌和え、ごまな、嫁なは天ぷらでございましたね。ああ、そうだ。それからな、特にうまいものは切り合いだ。切り合い。ああ。まずな、丸味噌を適量丸めて箸に刺して、火にかざしてこんがりと焼き上げて、アク抜きした山菜をみじん切りしながら、その焼き味噌と一緒にその切り合わせてるんだ。なるほどなるほど。そしてな、それに鰹節を加えてよく混ぜ合わせて七味唐辛子を振りかけて食う。いや、先の魚によし、炊きたての飯に乗せて食ってもなかなかいけるぞ。なるほど、そりゃ美味しそうでございますな。うまいの。花山様、他に何か美味しい料理はございませんでしょうか。それはある。まず煮浸し、からし合い、おろし合い、それにな、冷や汁に白合い、納豆合いなども、これは風変わりでなかなかうまくているぞ。これはなかなかお詳しい。ありがたいありがたい。花山様、相談料はこの分だけ特別弾ましていただきます。今おっしゃった料理の作り方はぜひお教えくださいませ。さて、おからがなくちゃ一杯やる気もせんし、ことのついでだ、一つ教えていくか。ありがとうございます。この旦那、この目やっときゃ酒の魚の講釈をしたっけな。今日は山菜料理の講釈とは、まったく料理に詳しいね。これはどっかの大名家でまかない方かなんかやってたんじゃねえのかね。しかしそれにしては剣術の方もめっきり腕は咲いてるしよ。とにかくただの男じゃねえぞ。こりゃ俺も学のあるところを見習わなきゃいけねえぞ。花山の旦那遅えなあったか。昨日は旗本の名前書いただけで客が倍あったってが、まさか相談料値上げして揉めてんじゃんめえな、こら。あら、姉さん、旅人さんもこの旗がお泊まりだったんですか。いやー、しかし姉さんが泊まりはしてたが、これちょっとも気がつかなかったよ。なんだか昨日は随分ややこしい人を探しのようでしたけど、見つかったんですか。実はその人ならめっかってね、今ここでこうやって出てくるの待ってるんですよ。そうですか。それはようござんしたわね。じゃあお先に。じゃあ、気をつけていきなさいよ。あの姉ちゃん、別品の家になかなか愛想がいいな。これ朝から縁起がいいぞ。おい、旦那よ。なんだ、八重津の。お前まだいたのか。いや、まだいたのかって、あっしは旦那待ってたんですよ。そうか。では、親父、山菜料理の腕を磨いてな、せいぜい商売に励むんだな。はい。花山様のご指導は決して無にはいたしません。それではどうぞお元気で。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたな。どうも。どうも。旦那、旗子の親父たち、まだ名残を惜しんでますね。
あの親父、見かけによらず気前が良かったぞ。気前が？ああ、相談料のことですかい。一両弾んだよ。一両？なんとまあまた弾んだもんだね。しかし、旦那には山菜料理の作り方まで指導を受けたんだから、それぐらい弾んでも高いことありませんよ。それに、ダニ退治もしてもらったんだしね。お父さん、どうしたのよ。昨日の旅人だ。それぐらい分かってるの。あの旅人は昨日まで妙な癖のある語り浪人を探していたが、年格好といい、今の連れの浪人に違えねえ。臭い。語り呼ばわりしてた浪人と一緒に歩くなんて臭い。そうかしら。臭い。全くもって。いやしかしあっしゃね、花山の旦那と知り合いになるって本当に良かったっすよ。昨夜は大名の泊まる部屋で即利系って眠れたし、山菜料理もちょっぴりぐらいなら講釈もできるようになったし、みんな旦那のおかげでなんすからね。おめえ山菜料理の講釈ができるのが嬉しいのか。それはもう。旦那、どうしなすったんで。山鳥か。山鳥。あの林の小銭にいる。そんなことよくわかりますね。お前はとにかくな、この先の茶店でこれを細かにして待ってろ。この前の立て替え分を払わんといかんからな。そんなことはもうよくざんすよ、本当に。そうはいかんよ。さてなんすか。お邪魔。しかし、旦那はどうしなさるんで。山鳥取ってくる。取ってくるって、指の鉄砲もねえじゃございませんか。なに、これから十分だよ。後で山鳥の丸焼きを食わしてやるからな。うわぁ。センスで山鳥よね。すげえ腕前だね。かあ、これはひょっとすると前の旦那野郎より上かもしんねえな。似合うぞ。絶対に臭い。いらっしゃいまし。ばあさんよ、お茶となんか茶受けもらおうかな。あの山菜の塩浸しはねえかい。握り漬けで結構なんだがよ。ありますだよ。酢はどうしなさるだね。酢って、ほら。はあ、あれ酢かけてくれたこと知らないんだ。かけなさるだかね。それはね、もろかけなきゃダメだからな。酢をこのバシャッとかけてよ。おい、ばあさん、それとすまんねえがな。あの、これ細かくしてしくんねえか。いやこんな大金、とても細かくなんでだよ。そう言わずに、なんとかならねえかよ。そりゃまあ、この先のジンベエ様の家さえ行きゃ、お大臣だって細かくなろうがのう。おう、じゃあばあさんよ、すまんねえ、ちょっと一走り行って、細かくしてきてくんねえか。ただの茶と、山菜の塩浸しだけで、裏一走りしなきゃならねえだかね。わかった、わかったって、言ってしてくれたら、お前ちゃんと礼はするわな、礼は。かね、そんじゃ一っ走り行ってくるだ。山菜の塩浸しは帰ってからすんだからね。ああ、ちゃ、元気なもんだね。しかしよ、あのばあさん、巣はどうしなさったとこ来いってよ。塩浸しに詳しかったね。ああ、やっぱしつけ焼けばいけねえな。ああ、危なくボロが出るところ。おい、ばあさん。あの旅人に何を頼まれた。おばあさんはあの人から何か預かって出てきたんでしょ。ええ、これを細かくしてくれって頼まれたのよ。その小判。何それだ。お父っつぁん、間違いないわ。偽物よ、偽小判よ。まさに紛れもない偽物だ。ありがたい。これで今日までの苦労は報われた。地道な探索がついに実を結んだ。お父っつぁん。よし。おお、なんだおい。
昨日のとっつぁんだじゃねえか。またあったな、おい。まあまあまあ、座りや。お、おとっつぁん。とっつぁん、おめえ何うなってんだ。おとっつぁん、何してるの。ほら、早く。ここ、御用だ。御用？お、おめえって何言ってんだよ。黙れやがれ。この偽金作りめが。偽金作り？おい、冗談じゃないよ、おい。何よりも曲がったことが大嫌いな。この矢字の判事をつらめて偽金作りとなんてことこきゃんだ、おら。えい、しらを切るのも大概しろ。ご用だ。ああ、この野郎、またご用だとかこきゃがって。えい、このへっぴりの人、ずっと待ちやらねえ。てめえって何の証拠があって、この俺を偽金作り扱いしやがんで。よし、証拠はこれだ。あ、おめえはこの小判をばあさんに両替してくれと頼んだろ。おお、それはどうしたってんだよ。とぼけるんじゃねえ。この小判がまだ偽物じゃねえとでも言い張るつもりか。この小判が偽物。どうだ、まあ、歯型なんかついちゃってくれ。で、ええ、おじゃおじゃ、これこれ。これだ。いや、まあ、待ってんだよ。この小判は俺じゃないって言うんだよ。俺はただ両替してくれと頼まれて、おめえも黙れやがれ。下手な芝居はもうたくさんだ。えっ、これだ。待ってくれ、違うったら。今も言った通り、俺は花山って旦那から両替を頼まれただけなんだよ。その旦那、まもなくこうやってんだよ。嘘じゃねえったらよ。君にしよう。尋常にお名を頂戴すれば、お上にも情けあるってもんだ。これだ、これだ。ねえ、とてめえくれら。てめえについてったら、わからん、違ってるから、てめえ。おお、やいどの兄さん。はっ、てめえこの山菜野郎。ら山菜野郎とはなんだよ。はは、わずかの間に変わり果てた姿になったが、これでもやってるかね。てめえに、うちは俺はてめえのおかげでこんな姿になっちまったんだぞ。俺のおかげで。とぼけじゃねえ、ちょ。てめえよくも偽金の両替を俺に頼みやがったな。この偽金の両替、何のことだ。何のことじゃねえや。ははこの山菜野郎、てめえ山鳥を取ってくるとかこいて、俺に両替を頼めやがったな。ありゃ口実だったんだな。やっぱりてめえ偽金と知ってやがったんだな。バカは言え。何のことかさっぱりわからんが、山鳥には羽があったってな。ふざけんな、この偽金野郎。てめえは相談屋とか調子のいいことこいて、やっぱり偽金とくに違えねえ、こら。おい、ちょっとさ、犯人はこいつだ。ここいつに間違えねえ、こら。それじゃおめえのさっきの話は、おめえに両替をしてくれと頼んだ。おお、ここにいるよ。おい、待て、二人ともそう騒ぐな。はい。これだ。わからんな。おい、やいぞ。やけ。おめえは偽金の両替とかしきりに言っとったら、さっき渡した小判が偽金だったというのか。おお、今さらしらじらしいことこくんじゃねえだろ。その通り。ごめんだ。おい、待たんか。あの小判はな、今朝畑の親父から相談料としてもらったもんなんだぞ。俺は偽金なんて夢にも知らずに、この男に両替を頼んだんだぞ。黙らねえか。下手な芝居はもうたくさんだ。ごめんだ。芝居じゃねえよ。俺はそれなんか言ってないよ。侵入しろ。非常にお名を頂戴すればお上にも情けあるってもんだ。ごめんだ。お父さん、しっかり頑張って。うん、ごめんだ。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 おう、いかん、出た。ああ、ごようかずにびっくりこいて、またしゃっくりこき出しやがって。おい、ぼやぼやしゃっくりこいてねえで、早いとこひょうたんの先くらったらどうなんだよ。それが暗いのだよ。暗いのだ。実はな、酒を入れ忘れてたんだ。ちゃ、何が忘れてで。そのひょうたんはこの前も空っぽだったじゃないか。おい、やいぞ。何をくだらんことか言ってんだよ。早く酒を入れてきてくれ。しょうがねえな、もんで。おい、姉ちゃん、一橋茶店まで行って、あのひょうたんに酒入れてきてやってくんだよ。私が縄付きの俺が行けるわけねえだろ。あのシャックやよ、酒入れてこねえと止まんないんだよ。おい、番屋に食事に手間取るだけだよ。とにかく行ってきな。はい、あら、花山様。おう、親父はいるか。はい、乗馬においでです。
花山様。親父、俺は相談料のおかげで危うく縄をかけられるところだったぞ。縄を？一体どうしたのでございます？この十手持ちのとっつぁんにはっきり言ってくれ。親父は今朝俺に確かに相談料として一両をくれてな。はい、確かに差し上げました。どうだ、これで分かったかね。どうも早がってしまって、旅人のお兄さんの話に乗ったのがいけなかったんで、どうも。いや、その俺ご乳婆にされたんでね、頭かっかくしちゃって、いやいや、あの花山の旦那、立派なお方、決してそんなお人じゃねえと思ったんでござんすよ。思ったんでござんすわね。下の野郎は勝手にベラベラ動いちゃってか。おい、もうやめろ。他に言うことはねえよ。まさに恐るべきお粗末さだな。どうも申し訳ねえでござんす。七五の人が謝ってんのに、笑うことねえじゃねえか、なんて。思い出したぞ、おい。やいこの小娘、さっきは何の罪もね、この俺の頭をよくも後ろからぶん殴りやがったの、こっちを。ごめんなさい、あの時私てっきり偽金作りの一味だと思い込んじゃってて。やってて言ってて、あの今そちらの娘さんが偽金作りとおっしゃいましたが、もしや今朝ほど私が花山様に差し上げた小判が偽金だったんだよ。え、そんなバカな。おい、お前さん、その小判のことだが、お前さん、まさか。とんでもない。あの小判は今朝ほどお客様からお勘定にいただいたんでございますよ。それをそのまま花山様にお礼に差し上げたんでございます。その勘定を小判で払ったのはどんな客だ？さあ、竹沼のご浪人でございます。私はそんな大きなのでは困ると言ったんですが、他に持ち合わせがないとおっしゃるので、女中たちの小銭まで借り集めて、やっとお釣りを払ったんです。なんということだ。花山様のおかげで、せっかく再建のめどがついた矢先、あの小判が偽金だったんと。おじ、まあ、その力を落とすな。あんたは俺に小判をやったものと思えば諦めがつくが、俺はいくら偽と分かっても、まさかあんたからもらい直すわけにはいかんしな。最大の被害者はこの俺だぞ。花山の旦那、ちょっと待ってくれないよ。そんな話より親父、その偽小判払った浪人だがよ、極上酒飲んだやつじゃねえのか。そうでございます、確かに極上酒を。ああ、おっ、じゃだな、あの野郎ですよ。俺風呂の帰りに、廊下で会った。なるほどな。それじゃあ旦那方はその浪人をご存じなんだ。顔は知っている。とっつぁん、さっきあんたの娘が偽金作りの一味とか言っていたが、奴らは仲間が大勢いるのかね。へえ、少なくとも七八人はいるに違えねえんで、一味は三年前に偽小判で世間を騒がしてからなるより染めたんでございます。最近になってまた街道筋に同じ小判が出始めて。なるほど、一味が七八人いるとなると、連中がこの宿場で使った偽小判はここだけではないはずだぞ。奴らはなるだけ早く偽小判を本物の銭に変えようとするはずだからな。なるほど、ちげえねえ。よし、わしは宿渡り、宿渡ってきます。お水来るんだ。お、来た来た。旦那、十手持ちが来ましたね。おい、とった、ここだ、ここだ。え、ああ、旦那。どうだい、手がかりはつかめたか。それが妙な具合なんで。妙な具合だ。旦那の見込み通り、少なく見てもこの宿場にはざっと七八両の偽小判が落ちてるんですよ。ところがどこの店で聞いても、使ったやつは浪人で、土地格好がぴったり同じなんですよ。ほう、すると旗子に泊まった浪人が一人で、片っ端から偽小判を使って歩いたというわけか。こいつはおかしいな。へえ、それで旦那、ついちゃ旦那方にお願いがあるんでござんすが。なんだい。へえ、早とちして旦那方に十手を向けた私が虫のいいことでござんすが、その偽金作りの手がかりは、今のところ一人で何役も果たした浪人知恵ねえ。ところがあっしはその浪人の面を知らねえ。それでその…わかったよ。ほんでその面知ってる俺たちの力を借りてえっつんだろ。へえ、そうなんで。
花山様、半次さん、私からもよろしくお願いします。お父っつぁんは今度偽金作り一味を逃したら十手を返上しなければならないんです。与力の笹倉様からきつくそう言われて、だから女だてらに私も少しでも役に立とうとついてきたんです。お願いします、どうかお父っつぁんに力を貸してください。ああそうだったのか。いやよくわかったね。だな、そうと聞いちゃ黙っちゃらんねえ。ここは何としてもとっさに力を貸そうじゃございませんか。うん、よし、俺も偽金作りにはな、一両不意にされた恨みが。あった、そうから来ちゃいけねえ。お父さん、そうと決まったら、さあ、急いで浪人の後を追うぜ。お水。旦那、あれがその浪人でござんすか。そうだ。とっつぁん、俺たちが手貸すからな、慌てずに召し飛んだぜ。よし。おお、旅人、その方にはよく合うな。よく合うなじゃねえや。あ、とっつぁん、抜かるんじゃねえぞ。それ、ごご、ごよ。ごよ。とぼけるんじゃねえ。ネタ上がっとるんだ、この偽金作りめ。偽金作り、わしが金。ふざけんなよ、この野郎。ふざけるなって、あんた、何を証拠にわしを偽金作り呼ばわりするんだね。証拠だと？おめえは昨日から今朝にかけて、この小野川宿で一枚も小判を使わなかったとでも言うのかい？小判なら確かに使った。わしは大車輪で恥を使ったんだ。この野郎、偽小判を大車輪で初めも使ったとかこきやがってよ。それじゃああんた、あの小判は全部偽小判だったとでも言うのかね。言うのかねえとは、なんだ言うのかねえとは。ふざけんのも手にしやがれ。そんなバカな。バカとはなんだ。下手な芝居が続けたかったら、奉行所でやるのがいいや。おう、立つんだ。待ってくれ。違う、わしはあの十両については詳しいことは何も知らんのじゃ。宿場主で江戸の南東という芝居物から渡されたんじゃ。江戸の南東という芝居物に渡されたって。そうなんじゃよ。じゃあそれ芝居物はよ、なんで十両もの金をお前に渡したつんで。そう言ってみれよ。それはじゃあ、今度その南東という芝居物が道中本を出すことになって、その中に一晩で十両の小判を残らず崩して、きっかり一両を使う話をぜひ入れたいと、まあ、言うんじゃよ。それも自分で込めたんじゃ面白みがない。でまあわしに協力をしてくれんかということになってな。なるほどね、協力をね。そうなんじゃよ。それでわしもまあ恥をあなさねばならんが、あいにく手元ふにおいちゃったもんで、渡りに船と引き受けてな、せっせと小判を崩しにかかったんじゃが、まだ8両しか偶然しますてな、使った分もまだ3分と2週ちょっとで。やろ、黙って聞いてるや。何を夢みたいなことをほざいてやんで。夢とはなんじゃねえ。小判が偽物かどうかは知らんが、わしはこれっぽっちも嘘は言っとらんよ。おばあさん、お茶代ここ置いときますよ。へえ、ありがとうございます。おおい、なんだ姉さん、いたのかい。お先に。おい、会津の、あの女とは知り合いか。いや、昨日街道でね、旦那を見かけなかったかって声かけただけなんですよ。他にどっかで会わなかったかよ。そういや、今朝、旗尾の表で会いましたよ。明日した会い宿だったんです。それで読めてきたぞ。読めてきたって、どう読めてたんでございます。はい。あんたは南道とかいう芝居者とはどこで会うことになってるんだ。それはじゃあな、
次の宿場口で会うことになっとるんじゃよ。しかしわしにゃあの芝居者が偽金を使うような男にゃ見えなんだがな。だな、この男の話に嘘がないよ。え、お水を。はい。すぐにあの女つけるんだ。あの人ですか。偽金作りは次の宿場にたむろしている。あの女はそこへ行く。急ぐんだ。はい。旦那、それじゃあの女。とっつぁん、偽金作りの一味はなかなか知恵者だぞ。知恵者。ああ、宿場ごとにな、この旦那のような人に良さそうなのを捕まえて、同じ手口で偽金を使わせていたんだ。なるほど。ほんじゃ、あの雨は。見張りというわけだよ。偽金とはいえ、重量もの大金を渡した相手に、悪党が見張りをつけんはずはないからな。そうか。そんじゃ、あの雨。そう。入ったんです。中には浪人や変な男が大勢いて。よし、来るんだ。お前が偽金作りの城の何度か。誰だおめえは。俺はおめえのおかげで一両棒に振ったスローニンだ。何、もう死のうな言うことあるまい。一両分はたっぷり痛めてやるぞ。とっちゃん、行け。偽金作りの悪党ども、これだ。神妙にお名を頂戴しろい。くそおしゃらくせえ、みんなもったい。黙れ。この偽金作りの悪党ども、残らず三尺竹木の上で岩組だらめんのてめえたちだ。やっつめ。旦那、なんとお礼を申し上げていいか、この通りでございますよ。本当に、おかげでお父っつぁんの首がつながりました。ありがとうございました。ああ、礼などいいぞ。驚いた、驚いた。こんな仕掛けになっているとはな。わしも懐寂しさのあまり、つい結構な話と飛びついてしまったが、だから結構な話には大いに気をつけにはいかんな。いや、気をつけますぞ。ああ、それは気をつけた方がいいぞ。おかみ、おかみどこだ。はい。ああ、この店におからはあるか。おからだよ。おからはあいにく置いておりませんが。
い、旦那、どこへ行きなさるんだい。旦那、おからのない店で俺が酒を飲むと思うのかよ、バカタレが。また、あ、あ、あ、お、か、どうだい、まあ。おからがないんでとうとうバカタレが飛び出したぜ。しかしよ、俺なんだか花山の旦那がすっかり気に入っちゃったね。これきっと相性がいいのかな。おい、いけにいけに、こうしてやらねえ。おい、旦那、ちょっと待ってくんなよ。おお、はっ。危険は取らねえつらい棒、それがどうした男に惚れた、腕も切符も腕も切符も俺の訳を行く旦那。次回のスローニン花山大吉は、こっちょこちょいだがき一本、思い込んだら命がけという焼津の半人兄さんが、花山大吉の旦那に危ない命を助けられ、俺の相棒は大吉の旦那に絶対決めたと、男が男に惚れるという物語。大吉半次の御両人、不気味な尺八の音とともに現れた小無双の一団に原因不明の襲撃を受ける。判事を助けた大吉の旦那は、その原因は判事にあるに違いないと睨んで、数日前判事と喧嘩をしたという海鮮問屋に乗り込んだ。謎の美女、不思議な旅の絵師、不気味な尺八の音とともに現れる殺し屋の一団、多彩な人物が入り乱れて登場する発撃と推理の波乱編。次回、男が男に惚れていた、男が男に惚れていたにご期待ください。